合気道本来の型を正しく継承していると言われるのが合気会茨城道場。合気道の極意につながる大事な基本が剣術や砲術。道場長の斉藤盛弘さん64歳はその基本から忠実に教え込む武道家、古武道最後の達人。力と力、肉体と肉体、気持ちと気持ちがぶつからないようにやるのが相手の基本なんです。だから非常にその合わせるっていうところが始まる。剣も杖も太刀も合わせるから小さな力で強い力を制すことができるんです。奥の深い合気道、相手の気を読み合わせるのがその真髄。全く剣の心で会社の本に書いてある相手の腕を剣と心に動作するをよろしく。えい、あこちらは側面から大上段に振りかぶって下が80度回っている。えい、その基本は剣術にあった。剣を持てば剣術、持たなければ合気道という次第。はい、体の下方に表裏攻め、はい、じゃあ斉藤さんは日本でよりむしろ外国でその名を知られている。講習のために訪れた外国からはその精神に惹かれた入門者が続々。私は日本の武道大好きです。だから日本に来ました。どうしてやろうと思ってますか。じゃあ、そう体にいいですと、体と精神一緒にと、もとても綺麗ですと思います。達人の技には流れるような美しさがある。一見自分で転げているように見える一瞬の技、しかしこれが本物の合気道。これは合気道回想上島宗平先生です。世界様亡くなるまでですから23年ついてました、そばに。ここでですから全てを授けていただきました。だからこれをね、もう曲げまいとキスまいとして今懸命に昔ながらの稽古を続けています。でもお弟子さんたくさんいないとあれですよね。なんていうか経済的にね、大変ですよね。でも結構野菜なんかは自分で作ってますしね。で結構大丈夫なんです。贅沢しなかったら大丈夫です。攻撃的な部分が表に一切出ないのは道を極めた人だけが持つ穏やかさなのか。奥様と共に巻き育て収穫する平凡なその日々、幸せの何たるかを知る人にこそ道は開けるものなのか。開祖が亡くなるまでの23年間黙々と仕え、その最後を見取った斉藤さん。授けられた精神を今も守り通し、真冬でも心と体を清めてから稽古に取り掛かる。だいぶ今の人は現代的に喜ばれるように流行るようにこう工夫して上手にやってますけど、それもいいでしょうけど、私の場合はこれ海藻の道場ですから、海藻が信用した道場ですから、私は帰ることできない。誰が何と言おうと昔の形で課題稽古から始めてやってます。精神も修行法も変えず弟子には媚びない斉藤さんは、最後まで開祖の心を継承しようと腹を決めている。ここは開祖の道場だということを常日頃言われておりますので、その開祖のもの持ち味をしっかりと第三者の方に教えなくちゃいけません。技の上手下手はあるかもしれませんけども、正しく伝承することはできると思うんです。人に移行することはできるかなと、師範を見て階層を見ておりますんで、後継者のいない古武道が多い中で後継ぎを持った斉藤さんは幸せな方だと言える。美しく緩やかで、しかも岩のように崩れないその方、それはまさしく斉藤さんその人のよう。いろんな目的ありますよね。武道を習うのにはね、例えば強くなりたいとか、あるいは身を守るためにとか、丈夫になるためにいろいろありますけども、普
クルーにも巻き込まれると使わざるを得なくなりますよね。そういうのはなかったらいいと思いますね。あの勝った時の虚しさね、嫌なもんですよ。一生懸命修練して使わずにできたら一番いいですね。まさしく達人の言葉。